はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、SNS とオンライン交流会を通じて月賞43枚ですねのご契約を獲得された秘訣というテーマで、今回熊川陽介さんと一緒にですね動画を撮っていきたいと思うんですけども、陽介さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということで今回ですね、ちょっと熊川さんにいろいろ聞いてきたと思うんですけど、まあ今弊社SY研の、ね、学科に入っていただいて、まあご活動されていると思うんですけど、今どんなお仕事をメインとして、活動されていらっしゃいますでしょうか。今メインで獲得しているのが、まあ、インスタグラムと、うん、まあ、プラスで公式 LINE のコンサルという形と、うんうん、あとは運用代行としてはインスタグラムのみという形です、うん。まあ、LINE、インスタグラムのコンサルティングと SNS のあと運用代行という感じですかね、はい。うん、まあ、SNS クリエイターとして運用代行もされていらっしゃると。でご自身のコンサルも販売しているよというところで、まあ、期間っていうところで言うとどれぐらいですかね。本格的に、ビジネスを始めてからっていう期間でいうと、まあ、どれぐらい。そうですね、実際コンサルを取ってっていうのが本当にもう今月からっていう形にはなるんですけど、うん、まあ、紹介いただいて、まあ、本格的にスタートっていう形です。あ、なるほどなるほど。じゃあ結構つい最近っていう感じなんですね。そうですね、運用代行自体は12月からやってたんですけど、うん、じゃあ1ヶ月ぐらいって1ヶ月半ぐらいって感じね。はい、かしこまりました。ちなみに、そもそも弊社 SYK のですね、まあ、学科をどこで知っていただいたのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思うんですけど、なんかきっかけとかっていうのがあったりされたんでしょうか。あ、そうですね、もともとマネックルさんでマーケティングとか、学んでて、はいはい、そこで山崎さんが登壇してたんで、はいはい、そこで初めて知ってたんですけど、うんうんうん、でも、まあ、マーケティングとか学んでて、うんうん、なんか武器をつけたいなということで、うんうん、今いろいろ考えてたときに、その時は広告だったかな、広告、おそらく YouTube の広告で、うん、SYK さん、修二さんが喋ってる広告見かけて、うんうん、あ、あの時の会社やんと思って、はい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 、じっくり見てたら、あ、すごいちゃんとしたこと言うてるわと思って、そこで興味持って、うん、で最初のオンラインカレッジの方をやらせていただいてっていう形で、はいはいはい、ああそういう経緯だったんですね。がっつり学ぼうと思って。ああなるほどですね。はい。あ、じゃあ結構マニクルさんとかのとこっていうと結構長いですよね。結構そうですね。そうですよね。まあ、半年に1回その、うんうんうん、まあ、大きい勉強会があってっていうところ、うんうんうん、なんで結構長いといえば長い。ああ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。ちなみに、今現在でいうとどれぐらいの実績面が出たのかというところもねちょっと聞いていきたいなというふうに思うんですけども、はい、これ月賞ベースで今どれぐらいですかね、正確な数字でいうと。今そのコンサルティングの方で。あ、そうですね、まあ、コンサルティングと、まあ、内訳も可能であれば教えていただけたらなと思うんですけども、各内訳っていう感じでいいですかね。あ、そうですね、はい。で、一つが18万円っていうのがあって。18万。うん、で、まあ、それが、インスタグラムと、まあ、公式 LINE のコンサルと、うんうんうん、まあ、インスタグラムの運用代行もしますよという形で。うんうんうん、で、あとは、まあ、5日間の L ステップ。もし L ステップ組むのであれば、L ステップの5日間のシナリオも作りますよという形で。うんうんうん、これがまあ18万と。はい。うんうん。なるほどですね。あと、プラスもろもろ運用代行を合わせて、トータルで言うと43万と。で、あと 3名いらっしゃるんですけど、うんうん、1人が、運用代行のみ。うん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 、で、5万円か。うんうん、で、もう一人がで、インスタグラムと公式 LINE のコンサルプラス運用代行が、うんうん、2名ですね。ああ、なるほど、なるほど。これが10万、10万。うんうん、
すごいですね。まあ、結構これだけのね、あの人数をこれだけの短い期間で、まあ、ご契約を実際獲得されたっていうところで、まあ、どういうふうにしてですね、まあ、あのもちろんこの熊川陽介さん自身の、まあ、あの今までの実績だったりとかスキル面と認められてっていうところもそうだと思うんですけど、あのどういったところで実際集客であったりとかご契約のきっかけっていうのをいただいてたのかなというのをちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、はいはい、一つが、うん、の12月末にその開催されてます、オンライン上でなんですけど、まあ、Facebook ライブという形で、風の時代のマーケティングフェスタというのがやって、まあ、100人ぐらい、まあ、集まってたんですけども、まあね、そこで、講師としてお声をかけていただいたんで、まあ、インスタグラムのことで、まあ、お話しさせていただいたんですけど、まあ、そこでつながった講師の方から、まあ、クライアントさんでね、SNS 全くわからない人がおるっていう形でご紹介いただいて、うんうん、で僕やったらこういうことできますよっていう形で、うんうん、ご紹介いただいて、まあ、しっかりご説明もさせていただいた上で、うん、まあ、納得していただいたんで、そこの18万の契約が一つ取れたっていうのと、なるほどです。やっぱあのオンライン上の Facebook ライブとか Facebook グループ内で の, あのオンラインのやっぱ交流会とか、まあ、そういうイベントとかで講師を務めたと、うん、そうですね、はい、これすごいですよね。なんか今コロナとかで、まあ、交流会のマーケティングとかってね、うんうん、まあ最近もうやっぱ伝えたんじゃないのみたいなっていう説もあるんですけど、うんうん、オンラインでもこういうのバンバンあるよっていうことなんですよね。そうなんですよ、うん、これ結構やっぱ面白いパターンで、今とかってね結構 LINE という SNS を使って、まあ、集客っていう結構テーマで実績の動画撮ること多かったんですけど、今回このオンライン交流会を通じてっていうところで、まあ、実際にですね、まあ、今インスタグラムとか、まあ、その LINE とかその SNS のスキルを持ってるっていうだけでも、やっぱりね、こうオンライン交流会でもね、実際 DM とかでお声かけいただいたりとか、まあ、結構やっぱ需要ってあったりするなーって僕もすごい感じるんですよね。うん。で、実際、なんかどうですかね、この動画見てくださってる方とかでも、まあ、オンラインの交流会っていっぱいあるじゃないですか。はい。うん、いっぱいある中で、まあ、どういうふうにして例えばそういうイベントを見つけていけばいいのかだったりとか、もしくはなんか、そういうイベントでなんか興味がありそうな人に、まあ、なんかどっちかっていうとなんかゴリゴリ契約取りに行くぞっていうふうな売りを出した感じではなくて、まあ、自然な感じでご紹介とかご契約いただけるような秘訣っていうところもちょっとね、いろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、はい、はい、あ、すみません、ちょっと話を腰折ってしまいました。続きのお話お願いいたします。はい、もう一つのパターンとしては、うん、そっちから3人ご契約させていただいたのがあって、3人すごい、すごいですね。はいはいはい。まあ、その方は、睡眠協会の会長さんなんですけど、うん、その方がいてらっしゃって、うんうん、で、まあ、その方自体がグループ、Facebook の、まあ、その起業家さんたちのグループも持ってはる人で、うんうん、たまたま仲良くさせていただいたんで、まあ、こういう活動もこれからしていくんですっていうの、インスタグラムとかのコンサルティングもしていくんですっていうことで、言ったら、いや、すごい気に入っていただけて、うんうんうん、その1000人グループがいてるんですけども、そこに告知してくださるっていう形で、おっしゃってくださって、うんうん、それやったら、でも3ヶ月間、もともとのプランから、半額でじゃあ3ヶ月間やりますっていう形で対させていただいて、うんうんうん、すごいライトな感じで告知していただいたんですね、うんうんうん、まあ、そこから興味持ってくださった方を、まあ3人グループでつないでいただいて、うんうん、まあ、しっかりも僕の方で個人的にまあヒアリングさせていただいて、うんうんうん、でその後、まあ、ちゃんとズームで、うん、まあ、お互い顔を出している状態で、で、まあ、コミュニケーション取りながら、まあ、前もって、お仕事のことは聞いてたんで、まあ、お仕事の、に対しての質問と、どういうところでつまずいてるのとか、まあ、何を求めてるのかっていうのも、ヒアリングしっかりさせていただいて、まあ、事前に、その、相手の SNS だったり、まあ、インスタとか Facebook を見て、まあ、どういうビジネスしてて、まあ、どういうとこでつまずいてんやろうなっていうのも、まあ、想像した上で、うん、ある程度の提案材料を作った上で、まあ、ズームしてたんで、まあ、そこで、まあ、信頼もしていただいて、
まあ、それだったら、お願いしますという形で、まあ、3件の契約が取れたという形ですね。ああ、素晴らしいですね。本当におめでとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、なるほどですね。じゃ結構やっぱりその、今度が見てくださってる方でも、まあ、もちろんね、日々のインスタとか LINE とかもね、ちゃんとやっていくのは大事なんだけども、こういうオンラインの交流会とかに、まあ、積極的に Facebook グループとかに、まあ、参加してみたりであったりとか、あとやっぱりその、思ったのがアカウント、Facebook のアカウントとかでも最低限やっぱり、ね、Facebook がっつり使わなかったとしても、プロフィール文はある程度こういうことやってますという肩書きとかしっかりと書いておいたりとか、そういうふうなやっぱテイストを整えておくっていうのも結構僕も重要かなとちょっと思ってて、まあ、やっぱり自分がどれだけいいスキルを持ってたとしても、相手にから見た時に、あ、この人やっぱりそれウェブの知識があるんだとか、インスタのこれだけのスキルがあるんだっていうのがやっぱ分からないとね、あれなので、まあ、最低限そういうのを作って、まあ、交流会に飛び込んでみると。そうですね。そういうのを通じてね、中にこういうご紹介を埋めたりとかっていうことも結構あったりするし、まあ、僕も実はね、昔、今から3年前ぐらいとかですね、4年前かな、3年半ぐらい前とか、まあ、結構 Facebook とかで、まあ、そういう実際僕もお声いただいたことが結構あって、で結構意外とその Facebook、Twitter とかあんまりないんですけど、Facebook とかってやっぱりグループ内でのそういうイベントとかって、ね、今回おっしゃられたような結構あったりするので、Facebook ではこういう交流会の、まあ、マーケティングっていうのを結構使っていくっていうのが。そうそう、いいんじゃないかなっていうのは一つ思います業ね。家さんがね、多いですから。まあ、依然として Facebook もね、なんだかんだ集客できますからね、使いようによっては。なるほどですね。ありがとうございます。まあ、ちなみになんか最後になんですが、まあ、洋介さん自身が例えば、商品を提案するときとか、営業するときとかに、こういうところ気をつけてるよみたいなのがあれば、最後にちょっと一つ教えていただきたいなと思うんですけども。そうですね。まあ、さっきの話の中にもあったんですけど、しっかり、最終的にはちゃんとズームで、まあ、やり取りするっていうのが大事やなと思ってて、まあ、その前に、どんなビジネスされてて、どういう SNS の媒体使ってるかっていうのも聞いておくっていうのが大事やなと思ってて、それをちゃんと聞いていれば、まあ、相手の SNS の、まあ、フォロワー数であったり、まあ、そのプロフィールの中でもうどんなビジネスやってるかって書いてらっしゃるんで、そこでもわかるし、逆にそのプロフィールがちゃんと書けてなかったら、ああ、じゃあプロフィールこういう形で提案してあげたら、それだけでも価値感じてくれるなっていうのもあるんで。なるほどですね。徹もうそう底です的に広ね。げる。SNS を見ることで、僕が教えれる部分も、もうメインがその SNS になるんで、じゃあ提案材料もその中で、まあ、いくつも見つかるっていう形もあるんで、ぜひなんかもう紹介してもらって、その制約に結びつけるっていう時には、しっかり準備して、相手の SNS 見て、何を求めてるんだろうなっていうのを考えて、そこで提案したら、そこにやっぱり価値を感じてくれると思うんで、やっぱり広告だけ見ても、ちょっとね、どうしようか迷ったりすると思うんですけど、でも実際話聞いてみて、その契約する前から自分のこと考えてくれてるって思ったら、やっぱりスムーズに、あ、じゃあお願いしますっていう形になってくると思うんで、まあ、実際にもう4件のうち3件がそういう形で、あ、じゃあお願いしますっていう形で、本当に全然一切ご利用しなく いごや、制素約晴いらただいたしいんでで。すよね。営業の鏡ですよね。いや、素晴らしいですね。なるほどですそれね。が一番秘訣かなと思います。確かに間違いないと思いますね。ありがとうございます。ではちょっと次にですね、まあ、スクールに入る前と後での、まあ、変化ってところも聞いていきたいなと思うんですけど、まあ、弊社の学科に入られる前とかっていうのは、まあ、そのね、売上面とか、まあ、収入面だったりとかってどんな感じだったんですかね。そこまでは全然、マーケティングとかそういうこと全くやってなかったんなるほで、ど、全くですね、直近で一番長い経験はコンビニの店長やったんで、あ、そうなんですね。じそうゃあ、なんで前すはコンビニのね。店長さんずっとされていらっしゃったと。そうです、そコンうビニ店長さんってめちゃめちゃ忙しいイメージがあるんですけど、です。大変ですね。めっちゃいろいろ、しよかもかっなんたかスキルとか発注とかいろいろね、全部自分でやらなきゃいけないみたいな。全部やってましたね。すごいですね。新人来たら全部自分が教えないといけないし。ああ、
じゃあもうスタッフのマネジメントとか、入金管理、発注業務、品出しとか全部ご自身でされて。そうですすね。ごいですね。これどれぐらいやられてたんですか、コンビニの店長さん。5年ぐらいやってまあ、した結ね。構長いですね。なるほど。すごい。それからなんかやっぱ起業しようと思ったのきっかけとかってあったりするんですか、なんか、自分でやろうみやったぱり、なんかぼんやりですけど、そいのオーナー側に回りたいなっていうのがあったのと、もともとパン屋さんで働いてたんですけど、はいはいはい。そこがもう月収で、まあいろいろ引っ張れて14万とかあったんで、ああ、なるほど、なるほど。これがきついと。もともと月収10は万きついっすよね。お確かに。店出したいっていうので、そこに行ったんですけど、絶対無理やんと思って。でもなんか、もっとちゃんと生活費稼ぎたいっていうのもあったし、それやったらプラスで経験なになるものをしたいなっていうのがあって、まあ、そこの前は、その前にアルバイトで働いてたコンビニがあって、そこの店長さんと仲良かったんで、なんか店長として働けるとこないですかっていうのが、たら、ちょうどその店の店長枠が空くとこやったんで、そうなんですね。もう店長おお。入る前提ですっぽり入れたんで。で、5年間、そうでコすンビニのね。店長をされていらっしゃったと。でも、洋介さん、お若いですもんね。そうですそうです。ね。今、ね、年齢言って大丈夫ですか？はい、大丈夫です。今、28はい。ですよね。ってことは、23歳からコンビニの店長されてたってことですよね。224年か。間か。24からなんで4年間。ああ、いや、その年の若さで店長やってるって逆にかっこいいですけどね、なんか。ありすがごいです。ありがとうございます。そこからじゃあ、オーナーになりたいなとか、ある程度自分で事業者というか、ビジネスオーナーというか、ビジネスを作っていきたいなっていうことで、起業しようと。独立に至ったっていうそうですね。感じですかね。なるほどですね。実際どうですかね。バイトのお給料とか会社のお給料以外で自分で初めてお金やっぱこうやっていただいたっていう経験を通じて、心情の変化とかっていうのはどうですか？やっぱスキルがあれば生きていけるんやなっていうのが実感できました。スキルがあれば生きていけると。いけると。と実感。ともう人、スキルと人とのつながり方さえちゃんとやっていけば、まあ信頼してもらえば、ずっとやっていけるのかなっていう感覚ではいや、本当そうっすよね。ということで、じゃあ最後になんですけど、当時の、起業したいなと思ってた駆け出しの頃の自分に対して、今の自分から何か一言、言葉を投げかけてあげるとしたら、どんな言葉をですね、投げかけてあげたいと思いますか？早く勉強しよう 早く勉強しようと。そのスキルに投資をして、スキルを学べとか、スキルを身につけようとか。そうですね。本当にその時、店長とは言いながらも、その中のスキルしかなかったんで、まあそれでそこから生きたこともいっぱいあるんですけど、ってこと、まあつながり方とか、まあ人、教え方とか、関わり方とかはあるんですけど、とにかく勉強だと。スキルです。スキル投資ですはい。ね。自己投資ですね。ということですね。ありがとうございます。で、最後にですね、今回、洋介さんのですね、これから LINE アットも本格的にやっていくというところで、ぜひ、概要欄の方にもね、一応リンク貼っておくんですけども、ね、こちらで熊谷さんね、LINE アットの配信の仕方もね、どういうふうなポイントを意識されているのかっていうのもいろいろ勉強になる部分あると思いますので、ぜひね、こちらも登録してチェックしていただければ嬉しいなというふうに思います。ということでですね、今回、SNS とオンライン交流会を通じて、月商で43万円のですね、ご契約を獲得された秘訣というテーマでお届けをしていきました。熊谷さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。